こんにちは、シャーリーです。今回はアプローチの話、100ヤードから1ヤードまで。アプローチが苦手だなと自覚している方は、今回の話最後まで聞いてアプローチの上級者になってみてください。アプローチのミスといっても多岐にわたり、ちゃっくり、ダフり、次にトップ、そしてシャンク、距離感が合わない、オーバーして飛んでいってしまう、いつもショートする、左足上がりが苦手、左下がりが苦手、バンカー越えが苦手、ミスの種類もたくさんあります。そこで今回はアプローチの基礎基本、この2つだけ守ってラウンドでも意識しておけば、全てに共通して対応できる、この方法をお話していきたいと思います。それではまずアプローチの基本1つ目、トップからフィニッシュまで右の太ももの位置を動かさない。厳密に言うと右の股関節の位置を動かさない。右の股関節の位置を動かさないまま、左の肩を後ろに引いてアプローチをします。これが物理的に最もシンプル、ミスの確率が少ない方法です。それでは実際にやってみます。構えてテイクバックを引いたら、右の太ももの位置を固定します。この位置が前に出たり下がったりしないように、この場所を固定したまま左の肩を後ろに引いてアプローチを打ちます。このポイントを意識していただくと、驚くほどスムーズに回転して球を打つことができるようになります。これまでダウンスイングで右の太ももが前に出たり下に落ちたりしていた人は、最初トップすると思います。前に出ると引きつけてダフるので、ダフらないように肘を引いていたり、手や頭の位置を何か動かして打つ癖がついているので、最初はトップや先当たりが出てもあまり気にしないでください。そして近い距離はいいですが、遠くなってくると右の太ももを止めたまま振るというのはスイングの大きさ的に不可能になってくるので、一定の距離を超えて40ヤード、50ヤードになってきたら、当たった後は右の太ももを動いてもらっても大丈夫です。しかし、トップから打ち抜くまでは、右の太ももの位置固定したまま左の肩を後ろに引く。斜め上に引き上げる感じで、背中側に引っ張る。このイメージでアプローチをしてみてください。そして2つ目、フリップをしない。これは今回もチャゴルスナップをつけていますが、右の手首がフリップしてしまうと、せっかく左の肩で正しく引いてアプローチをしているのに、グリップを追い越してヘッドが走ってしまい、球の高さが安定しない。さらにバウンスが当たりすぎて、これはこれでトップの原因になります。なのでしっかり手首の形を確認していただき、この右の背屈を保ったまま左の肩を引き上げる。これを意識してアプローチしてみてください。この2つが守れればちゃっくりは防げてきます。そしてあとはトップするのであれば、球から遠い可能性があります。シャンクが気持ち悪いので球から離れてしまうという方も多いのですが、ダウンスイングで右の太ももが前に動くからシャンクしてます。右の太ももを固定して左肩を後ろに引くということは、どちらかというと届かなくなります。なので、これまで右の足が前に出てた人は、気持ち悪いぐらいちょっと近づいていただいて、そして左肩を後ろに引いていただくと、先ヒットすることなく芯に当たって、そしてトップボールもなくなってくると思います。そして重要なポイントとして、右の太ももを動かさないと言いました。右軸という話なのですが、右軸と右体重は関係ありません。左足に体重を乗せていても、右軸で回転することはできます。左膝や左の股関節を動かして、左体重で右軸。この仕組みも理解できてくると、アプローチだけではなくショットにも応用することができてきます。この軸という言葉と重心、体重という言葉がごっちゃになってしまうのは
これは実は日本人だけかもしれません。日本のことわざというものから思い込んでしまう、こういったものではないかと昔から考えてはいます。こういった日本のことわざとスイングの理論を一緒にして考えてしまう。まあ、例えば脇が甘いであるとか、脇が甘いというのは多分柔道や相撲で力を出すときの言葉だと思います。そして脇の甘さというのは油断という意味で、脇が甘いという言葉を褒められていると思う日本人はいないと思います。しかし、ゴルフスイングは軽いものを早く振るので、脇を締めて振ることが必ずしも最善ではありません。こういったところから軸足というと体重に感じてしまう。まあ、いろいろな要因もあると思いますが、どちらかというと、左足に体重を乗せたまま右足軸でスイングをしてみてください。そしてそのコツとして、アプローチでオープンスタンスに立つ。これをやっていると思いますが、構えた後、左足をまっすぐ後ろに半歩引きます。そしてここから引いて右の太ももを動かさないで左の肩を後ろに引く。左足を後ろに引いているので、左肩を後ろに引きやすくなります。右膝が出ることなく後ろに引く感じ出るようになると思います。今小さい動きでやってますが、距離が伸びてきても一緒です。傾斜があっても一緒です。大きく上げて強く当てる。インパクトの強さで距離感が変わります。そして切り返しで右の太ももを動かさないで左を引くというのはショットにも共通しています。アプローチもショットも中身は一緒なので、しっかりこれを練習して100ヤードから1ヤードまでアプローチが得意だと言えるようにアプローチ練習をしてスコアメイクに励んでみてください。そして今回ずっとつけていますが、このチャゴルスナップ、日本の代理店をやっていますが、在庫も残りわずかとなってきました。今年も2年連続シード権を獲得した小西貴則もツアー会場でずっと使ってカチ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 やってたそうですが、このチャゴルスナップはとても有能です。アドレスからトップにかけてしっかり配屈できたか、音で確認ができて、そして配屈したまま打つという感覚、自分でやっているつもりでもなっていない、これを確実に体験することができる。そして一番の特徴はサムダウンできる。トップではサムアップ、インパクトではサムダウン、背屈をさせたままこの動きができる。本当に素晴らしい練習器具です。黒猫ヤマトのチャゴルショップ、さらに年末の割引キャンペーンで販売します。世界中のゴルファーの方がこれをつけてラウンドしてパターしてアプローチしてやっていただくと驚くような効果があります。ぜひチャゴルスナップ使ったことがない方は使ってみてください。そして海外の方はアメリカのプレッションインパクト公式サイトからクーポンコードチャゴルと記入していただければディスカウントして購入することもできます。よければぜひ使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。